皆さんこんにちは、青少年科学センターです。皆さんは12月中旬に流星群が見られることを知っていますか？三大流星群の一つにも数えられる双子座流星群です。流星群の中でも流れ星の数が多く、都会からでも観察しやすい流星群です。しかも今年は夜間に月が見られず、空がとても暗いため、ここ数年で最も多く流れ星が見られると予想されています。流れ星を見てみたい人には今年で一番おすすめの流星群です。今回の動画ではそんな双子座流星群や実際に観察する時のポイントをご紹介します。こちらの動画では前半は双子座流星群の時期や観察の方法を、後半では流星群の仕組みを解説します。まず双子座流星群はいつ見られるのでしょう？双子座流星群が普段より目立って多く見えるのは12月の13日の夜から15日の夜の3夜と予想されます。その中でも特に多くの流れ星が流れる極大は12月の15日の4時頃です。空の暗い場所で観察した場合、14日の21時頃にはすでに1時間に30個を超える流れ星が見られるそうです。15日の0時から3時頃においてはなんと1時間に70個程度の流れ星が見られると予想されています。それでは流星群を観察する際のポイントをご紹介します。1つ目は暗闇によく目を慣らすということです。街灯の明かりを避けることはもちろん、スマートフォンなどもしまって待ちましょう。2つ目は空全体を見渡すことです。双子座という名前がついているからといって双子座の周りにしか流れないわけではありません。流れ星は空全体に流れます。例えば寝転んで観察するのもいいですね。最後は根気よく待つことです。実はこれが一番大事です。たくさん見られるとはいえ、流れ星がいつどこで流れるか誰にも分かりません。すぐに諦めるのではなく、できれば1時間は見つけたいものです。加えてこの時期の観察は防寒対策が必須です。暖かい上着を着て、携帯用カイロがあると暖を取りやすいかもしれません。また温かい飲み物を飲みながら流れ星を待つのもおすすめです。ではここからは流星群が起こる仕組みを学んでいきましょう。そもそも流星群とは流れ星がたくさん流れる時期のことを言います。このように1年には何度か流れ星がたくさん流れる流星群があるのです。そして流れ星といえばやはり願い事でしょう。流れ星が流れている間に願い事を3回唱えることができると、その願いが叶うという言い伝えがあるほどです。なんとロマンチックなんでしょうか。願いが叶うのなら流れ星を一度は見てみたいものですよね。ですがそんな流れ星の正体は宇宙空間を漂う塵だったんです。はい、塵です。流れ星の正体、それは宇宙空間を漂う細かい塵が地球の大気に飛び込んで光るものだったのです。その大きさは数ミリから数センチメートルの砂や氷の粒でできています。ではなぜ流れ星がたくさん流れる流星群という現象が起こるのでしょうか。流星群の元になっているのは彗星です。彗星は地球と同じく太陽の周りを回る天体で、主に氷や塵で構成されています。彗星の氷は太陽に近づくと温められ蒸発していきます。そして
大量の塵をまき散らしながら進んでいくのです。すると彗星の軌道上には塵の道ができます。これをダストトレイルと呼びます。ダストトレイルと地球の軌道が交わっている場合、たくさんの塵が地球の大気に飛び込むことでたくさんの流れ星が流れるのです。そして流星群の特徴は、地上から見ると流れ星が空のある一点を基準に、そこから放射状に流れるように見えることです。なぜこのように見えるのかというと、地球がダストトレイルに向かって飛び込んでいるからです。一直線の道路を車で走る際に、前方の景色が放射状に後ろに流れているように見えるのと同じです。流星群においてこの基準となる空の一点を放射点と言います。双子座流星群での放射点はここです。そして放射点の後ろにあるのが双子座です。双子座流星群という名前は、放射点が双子座の位置にあるということを意味しています。というわけで、今回は双子座流星群についてご紹介しました。街明かりがある都会からでも1時間に何個かは流れ星を見られるかもしれません。特に今年は当たり年とも言われていますから、期待して待ちましょう。当日は晴れるといいですね。